大量木が立ち並ぶ、シワスの魚の棚魚の棚商店街魚の、棚商店街の一角にある、五福島弁財天社魚の棚は、兵庫県明石市本町一丁目にある商業地区。鮮魚店が多いのが特徴で、県外からの客も多く明石の観光地としても、重要な位置を占めている。過去には、マルハの創始者、中部育次郎の林県商店などもあった。特に、 赤市海峡付近や張り真田一帯で取られ、赤市漁港から水揚げされた新鮮な魚介類を前物と呼び、赤市台、赤市ダコを筆頭に行きの良さを売り物としている。赤市銀座通りから明和国道までをつなぐ、国道2号の南側のアーケード街が、魚の棚商店街と呼ばれる。全長350メートルのアーケードの下に、特産の魚介類や練り製品。 乾物などを扱う商店を中心に100を超える店舗が軒を連ねており、鮮魚を扱う店が多いことで、路面はタイル式となっている。また、名物の明石焼の店も多く出店される。明石銀座や本町商店街とはアーケードでつながっており、昼間は車両通行止めとなっている。読みは複数あるが、商店街側は公式には、うおんなとしており、 商店街の看板等にもローマ字でウォン棚と表記されている。ありがとうございます。